どうもクロスロードラボです。今日はですね、ジョニー・ウォーカーがですね、またまたゲームオブスローンズとコラボの、アソングオブアイスと、アソングオブファイヤーをリリースするようです。このソングオブアイスっていうのは前も出てなかったかな、気のせいですかね。ジョニー・ウォーカーより、今年5月に完結したアメリカ HBO の大人気ドラマゲームオブスローンズとのコラボレーションウイスキー、ジョニー・ウォーカーアソングオブアイスとジョニー・ウォーカーソングオブファイヤーがリリースされた、昨年販売されたホワイトウォーカーに続く商品となり、アイスは、劇中に登場するスターク家を象徴とするダイヤウルフ、ファイヤーはターガリン家を象徴するドラゴンがデザインされたボトルとなっている。ボトルの中身はいずれもオリジナルブレンドとなっていて、アイスはクライノリッシュで、ファイヤーはカリラをキーモルトにしているとのことです。でアルコール度数は 40.2% と 40.8%、 アメリカではすでに発売されていて、その他の国では10月から順次発売が開始されるとの予定で、日本は11月頃発売とのことです。で日本の価格はですね、3000円台前半となると思われているそうなんですが、どうでしょうか。ホワイトウォーカー飲みました？僕も全然飲んでないですけど、ホワイトウォーカーね、未だにね結構買えるとこあるんですよ。ホワイトウォーカーはあのジャケットがね、こう氷の感じになっていて、別にあのゲームオブスローンズの感じにはなってないんですが、キャラクターがねこうデザインされてるとかではないんですけど、ホワイトウォーカーは、キーモルトはクライヌリッシュですねとカーデュのモルト原種を使用したオリジナルブレンドで、ホワイトウォーカーはですね面白くて、あの最初からこう冷やして飲むっていうのを、想定して構成されているとのことです。はい、まあ一応ホワイトウォーカーのイメージに合わせてってことなんでしょうけど、公式サイトではですねストレートで飲む場合は冷凍庫で冷やしておくことを推奨しているとのことです。あとですね、面白いのがボトル側面にはですね、冷凍庫などで冷やされ、温度が下がるとウィンターイズヒアーの文字が浮かび上がる仕掛けも施されているとのことです。こういうの面白いですね。冷やして飲むことをちゃんと想定してあって、さらに冷やすと、仕掛けが出てくるっていうことですね。値段はですね4000円台なんですけど、どうですかね。なんかねやっぱりちょっと僕も試したいものいろいろありすぎてね、全然このホワイトウォーカー出た時試せなかったんですけど、皆さんの評価はどうでしょうか、飲んだ方は。まあ、今回のね、ジョニー・ウォーカー2種も気になるんですけど、まあ、個人的にはあの前動画にした4地域にフォーカスしたっていう、スコットランドの4地域にフォーカスしたジョニー・ウォーカー4種類の方がちょっと気になっていて、ちょっとね今回のはどうかなと思うんですが、気になる方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。まあ、個人的にカリラ結構好きなので、ファイヤーの方は気になるなとは思うんですが、まあ僕もゲームオブスローンズね、シーズン何分までかな、2か3ぐらいまでは見てたので、まあ完結したっていうならとりあえず、見たいなと思いました。はい、まあこれをゲームオブスローンズを見終わるとこのボトルが欲しくなるかもしれませんが、このゲームオブスローンズファンはねかなり多いので、ファンの方は買うんじゃないかなと思います。はい、それでは、チャンネル登録、ツイッターフォローぜひよろしくお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。